桃月なし子、黒木光、林夢らを擁する芸能事務所、ゼロイチファミリア。年の締めくくりに所属のタレントのインタビューと撮り下ろしカットが到着した。桃月なし子のインタビューをお送りする、2022年を振り返ってみて、どうでしたか？桃月新しいことをというよりも、継続できた仕事が多かったように感じます。雑誌の表紙のお仕事も変わらずたくさんいただけましたし、須坂引越しセンターの CM はまさかの継続4年目、そして、マシン戦隊キラメージャー、スピンオフ作品、よどんな、の続編の制作などといった、昔からお世話になってる方々と引き続きお仕事ができる機会が多く、とても嬉しかったです。一つの仕事を継続し続けられるためには、私がやりたいというだけでは続けられず、やはり応援してくれる皆様の声だったり反響で決まるものだと思っているので、仕事をいただくたび応援してくれる方々への感謝の気持ちを忘れず、結果でお返ししたいという気持ちで仕事をしていました。バル、自身の2022年を漢字一文字にすると、理由も教えてください。桃月、変、気持ち的な部分での変化が大きかったかなと思います。今まではゼロイチのエースということもあり、自分にプレッシャーをかけすぎていて逆に結果が出せないということもありました。しかし、自分が少し大人になったのと周囲の支えてくれてる方々のおかげで少し考え方も変わってきて、いい意味で肩の荷が降りたというか、もう少し気楽に生きてもいいんじゃないかと思えるようになり、仕事が楽しいと感じるようになったのが一番の大きな変化だと思いました。2023年の抱負を教えてください。バル、桃月仕事は引き続き昨年よりも勢いを落とさないようにどの仕事も期待以上のもので返せるようにして、桃月なし子を使いたいと思ってもらえるようにしたいです。もっともっと桃月なし子の名を売りたいですね。また、個人としては、桃月なし子のなんかやるチャンネル、そういう YouTube チャンネルを開設しまして、その名の通り趣味全開動画や、新しいことに挑戦してみたりといろんななんかをやっていきたいと思ってるので、そちらの更新もゆるーく頑張っていきたいなの気持ちです。